こんにちは、吉原です。この動画はですね、先日日本一長い欅並木国道463号線を走った時のものなんですが、所沢から浦和までの間の 19.7 キロのうち17キロにわたって2417本が植栽されているそうです。この道、通称浦床バイパスと呼ばれてますが、この街道、なんと新日本街路樹100景にも選ばれているようです。今日はですね、その時走った時の話をするわけじゃないんですけども、唐突ですが、ロードバイクに乗ってる皆さんは何歳までロードバイクに乗ろうと思ってますかね。そんなの今の時点でわかるわけないだろうって。ですよね。自分のことをちょこっと話しますが、私は10年前サラリーマンを55歳で辞めましてね、年がバレバレですね。自分で今も会社をやってるんですが、なんで55歳でサラリーマンを辞めようかと思ったかはですね、まあ昔から自分の定年は55歳って決めていたってこともあるんですけども、当時子供がすでに独立してましてね、もうお金もかからないし、学費とかね、で家のローンも退職金で払い切れるし、でもかみさんと2人暮らしなんで、まあ、サラリーマンを辞めてもなんとか暮らしていけるんじゃないかなって思いましてね。それと10年前、当時孫が5歳だったんで、一番可愛い時期に遊んであげたいなと思ってました。サラリーマンを辞めれば自由な時間ができますでしょう。でも実際は大して孫と一緒に遊んであげる時間は持てませんでしたけどね。で、自転車を乗るきっかけはですね、サラリーマン時代は電車通勤でして、約2時間の通勤時間だったんですが、駅まで歩くのとかホームの階段とか、通勤って結構エネルギーを消耗しますよね。で、会社勤めを辞めた後の仕事は、まあ、現在もそうなんですが、ほとんどの時間パソコンに向かっていることがメインの仕事なんで、運動を全くしなくなっちゃったんですね。それとですね、私はお酒が大好きで、昼間から飲める焼き鳥屋がありましてね、そこには同年代の飲み仲間がいっぱいいまして、みんなお腹がでっぷり出てるんですよ。そういう仲間を見てると、俺はこういうふうにはなりたくないなって思いましてね。で、少しでも運動をしなきゃなと思って、まあ、ジムにも通ったりしたんですけどね。ちょうどその頃から、そうだな、57歳ぐらいでしたかね、運動のためにクロスバイクを買いましてね、6年ぐらい乗って、で、その後、そうだな、今から3年ぐらい前、62歳の頃からロードバイクを乗り始めました。まあ、でっぷりしたお腹になりたくないって思ったのが自転車を乗ろうと思ったきっかけです。そこでですが、定年を迎えた方、あるいはこれから迎える方には、ぜひロードバイクをおすすめします。ロードバイクはですね、50キロあるいは100キロ走っても一般のチャリに比べてあんまり疲れません。で、乗り始めて一番に気づくことは、普段車で走ってる道もロードバイクで走ると全く違う景色に見えることにびっくりします。新しい発見ができます。さて、冒頭で、皆さんは何歳までロードバイクに乗ろうと思ってますかねって話しましたけども、自分の場合、これからせめてあと10年75歳までロードを乗っていたいと思ってます。たまに私より先輩のロードバイク乗りと話す機会があるんですが、あんたはまだ若いよ、俺から見ればまだガキだよって言われます。確かに先輩から見れば年も経験もガキかもしれませんよね。今や日本人男性の平均寿命が80歳を超えましたけども、健康寿命が72歳だって知ってます？まあ、事故には十分気をつけて、
体が許す限り、まあ、75歳まで乗り続けたいと思ってます。で、仕事も75歳で引退しようかなと思ってます。